ゆうまのパニックハウスチャンネル、それぞれ。さあ、今日はですね、私どこに来てると思いますでしょうか。なんとフィリピンはマニラに来ております。イエーイ。誰かわかんないけど今日ですね、ちょっと11月の半ば、もう東京はもうね、日本寒いですけども、ちょっとやっぱ暖かいとこ好きだし、西武島は行ったことあるんですけど、マニラシティにちょっといろいろ最近ね、仲良くさせていただいている方に会いに、ちょっとね、お客様なんですけども、ご縁をいただきまして、今そんなお客様を取っていただいてるんですけども、いろいろと、観光してまいりたいと思います。まずはですね、S さん、こちらも緑豊かでございます。これ今日、今この建物はミュージアムですか？ナショナルミュージアム、国立の、フィリピンの歴史が感じられるミュージアムということでございます。すごい、国旗もあるやん。すごい大きな、めっちゃ楽しみなんですけど、本当カラッとして、なんと33度、びっくりしちゃいます。ということで、中でちょっとね、撮影できないかもしれませんけど、またコメント言いますし、いろいろと見てください。なんかカメラが大丈夫そうなので、すごくこのフィリピンの歴史を感じられる、その時代時代を、ほらね、稲作とか絵にしたものがたくさん飾られております。すみさん、これは何なんですかね。木でできてる、ほら、あー、そういうコーナーですね。カトリック、木で作られたってこと。すごい迫力があるんですけど、すごいね、こんだけ木で残るものなのね、形がね、きっちり保管ももちろんね、されてるっていう、歴史をいろいろ学んでおります。はい、またちょっとですね、美術館の2階に上がってきたんですけども、やっぱりこの南国というか、あれあったかい、木が、自然が、木の彫刻、すげえ、すごくないですか。どうぞ。あ、けどまだ最近、1961年とか最近なんだ。ちょっとこの2階のフロアは現代的なね、すごいカラフルで可愛いね。え、なんかアートな、この色とか木とかでパワーもらいながら、歴史も学べて、すごくいい空間。もうさすが S さん、最初の観光スポットがこちらっていう、まずは学べと、学んでから楽しめと、ついていきます。さあ、続きましてですね、お連れいただいたのは、こちらはもうちょっとね、訪れたかったんですけど、サンチャゴ要塞。今日は日曜日ということもあってね、なんか近くにチャーチなんかも人出がすごいですね。見て、お馬さんかわいいのね。コースパカパカ、キュートパカパカ。要塞っていろんな、フィリピンの先は美術館で、博物館で、美術館で、いろいろ勉強しましたけど、またここはね、要塞でいろいろね、戦争中の歴史なんかもちょっと勉強しつつ観光しようかなと思います。敵が来た時にビュンビュンってね。私もけど
やったら怒られそうだけど。ダメ。ダメ。こういうの見たらこうやって、ダメ。歴史をちゃんと勉強しに来てんの。エスさん、やめて。やめて、私に促さないで。すごいね。十字架のほら、見えます？見えますね。なんか綺麗な芝生というかさ、整備された。ゴルフ場。牧場？ゴルフ場。あ、ゴルフ、牧場か。え、ここにゴルフ場あんの？いきなり洋館の横に？不思議までか、それも。現代との融合。すごい素敵なとこじゃん。さあ、三茶五洋祭の敷地内をぶらりとしておりましてですね、こちらにちょっと S さんがあの高台に上がると、川ですか、リバーが見れるということでございまして、本当あの近代的なね、こうビルもいっぱいある中、ほらほら見て、すごいよね。ほんでこの横に昔からの、今歩いてきました、要塞があったりゴルフ場があったりとか、あ、ここら辺がやっぱり捕虜の人たちがいたの。なんかほら、これ階段みたいになってるね。あのちょっと上からの方が見やすいということでございまして、さあここで皆さんクイズ不思議発見クエスチョンです。なんかここの高台から登った時に何が見えますでしょうか。さっき言ってましたね、川が、川が、おお、すごいすごい。え、ちょっとなんか見て、なんか草みたいなのがなんかあの上に鳥がいっぱいいるんだけど、あれごと流されてるねえ、巣みたいになってんの。何、面白い。あ、でもなかなか見ないですね、日本じゃね。気持ちいいですね。なんかあれなんでしょう、川沿いで今思い出しましたけど、あのマニア来る前に YouTube でいろいろ検索してたら、世界三大夕日サンセットは入ってるんですよね、マニラの、マニラ湾の。今日ちょっと雲かかってますけど、もうこのサンセットの光だけでも綺麗なの分かるもん。いいね、すごい素敵でございます。え、なんかほら、女性の方じゃなくね、漕いでる川にさ、鳥もあえて流されてるし、島流しみたいになってる。ちょっとあのなんか雑多なタウンがあるんですよね、ちょっとごちゃごちゃした、ああいった昔からの町も残っているということですよね。猫ちゃんが可愛い。いや、私も2丁目の猫ちゃんだよ。マニラの猫ちゃん。あの、続いてはマニラ大聖堂にやってまいりました。すごい迫力満タン。あの夕焼けと綺麗くない？すごい綺麗よね。すごい。見てください。なんかすごい神秘的な空間で、まあ、日曜日だからっていうのもあるのか、ミサに来られてるね、方々も本当にたくさんいらっしゃって、大きな大聖堂ですね、これはすごい、本当に。うわー、本当来れてよかった、ありがとうございます。さあ、だんだんですね、サンセットが降って、夕日が降って、あの日が落ちてきまして、今はちょっとホテルを取っております。マカティシティという、ちょっと今ね、かなり暑いエリア、日本人の人も多かったりとか、もう金融の街といいますか、で、僕のマカティシティのグリーンベルトってショッピングモールすごく大きいんですね。で、夜イルミネーション綺麗、なんかお食事できんだ、素敵じゃん、素敵素敵。すごい、なんか気持ちいいですよね。今日は何、このエリアでお食事するんですか。
楽しみです。何食べるんだろう。行ってきます。テフランさん美味しそうなんだけど、まあ、マグロ、まあ、日本で言うとマグロのたたき的なサラダ。あ、ここはフレンチ的なイタリアンかな。そうですね、美味しそうな感じで、本当になんかマジでも大都会のここのマカティシティの絶対美味しいと思う。今日は紹介初日、美味しいお料理いただいて、明日2日目もまた楽しみたいと思います。引き続き見てね。さあ、マニラ2日目のお昼ランチに、本日はエイツさんとご一緒に同行させていただいております。おいしい、何ビールでしょ。シネガル、チャオ、サンミケル、サンミケル、サンミケルビール、オーソドックスなバージョン。これ爽やかで美味しいですよ。これ私オフジェだと思ってたの。こうやってなんか香りするなんかかなって思った。いただけるんですか。ひまわりですね。今見て、ほんまに食べんの、ほんまに今食べてる。今食べるの食べてはるんですよ、レッサン。で、私が口ですよ。いや、挟んどいてよ。黙らさん。本当に置くよ。どのテーブルにも置いてんのよ。あ、ちょっと柔らかいよ。なんこれ、味がしっかり、なんか塩っぽい感じの塩分の今まで。これを当てに食べる。なるほど。今日はいろんなこれスイーピンフードのお店にやってまいりまして、ランチを何点かエスさんにチョイスしていただいたんで楽しみに食べます。エスさん来ました。何これ。これは何てやつでしたっけ。スープ、シニガンスープ。はぁ、すごい、いろいろとバランスよくスープ、あとライスも食べていただいて、シニガンスープ。ちょっとスープいい？おだしやってますね。ん？酸味あってなんか酸っぱいは酸っぱいけど、美味しいかも。癖になるかもこれ。これが何でしたっけ？これが豚レチョってましたね。レチョちょっといただきます。これソースつけて食べるんですか？ね、つけたら美味しい。豚、揚げてんのかな。いただきます。うん、うん、おいしい。なんか甘いソースですね。味にもいいし、子供とかも喜びそう。早揚げな感じで見たのは。これは春巻き。もうちょっと逆見取れた。このソースも変わってる。うん、おいしい。これもちょっと酸っぱいと思って。なんでお野菜たっぷりで、これは巻いた焼き飯で、お野菜も持ってどんな味なんだろう。ちょっといただきます。うん、そんなに脂っこくなくて、しっかり味付け。何の味だろうこれ。これも焼き飯ね、美味しい。ありがとうございます。ということで、初めてインバニラフィリピンフード、この後も楽しみたいと思います。じゃあ、さあ、今もう夜になっちゃいましたけれども、ここも今マニラですごいスポットだ。すごい、これ見てほしい。 BGC ですかという、今イケイケの街があるみたい。見てください、ネオンがすごい。これ後ろモールみたいなんですけれども、すごいきらびやか。ホテルとかもいろいろありましてですね、こっちもほら、ちょっと今からあちらのモールの方に行きたいと思います。さあ、やってまいりました。こちら、メガワールドアップタウンモールですか。パー BGC の中にある。めっちゃ華やかじゃない。常にこんなんなの。まあ、やっぱりね、クリスマスもありますから、っていうのもあります。ちょっとさ、ツリーのとこどう。これもかわいい、このお花も。びっくりさ、走ってきたから怖がる。めっちゃでかいんだけど。すごい、このツリー。これは素敵だわ。ねえ、先ほど言ったモールとか
もそうだし、三越さんなんかも来てたりとか、一風堂さん、ほら、ラーメンあったりとか、結構ね、いろいろ日本企業も頑張って進出されてるなと思います。このフィリピン、マニラとともに、日本企業もガッと勢いつけて、いろんな会社が来てるんだなと、いうのも感じますね。さあ、夜2日目も楽しみたいと思います。マニラ3日目はですね、タガイタイという、こう標高高いんです。どれぐらいですかね。How long tall? How tall mountain? Tall? 600メートルですか。ぐらいの高い標高に来ているわけなんですけども、ゴルフコース？いや、あお、何ゴルフコース？はいはい、これまずゴルフコース。タガイタイ。レイククールな感じで、コールドな感じでございまして、とてもいいところなんですけども、今日はツアーで、1時間ぐらいかけてですね、マニラの市街地から上に上がってまいりまして、ちょっとお昼ぐらいでランチもいただけるんでしょう、この後ね。ちょっとそちらの方はランチも曇ってた場合はすいません。ちょっとね、ご了承いただけたらなと思いますけども、3日目も楽しみたいと思います。さあ、続きましてですね、高い台のスポット、クロスウィンズというところに、少しあの標高を下がって、いろんなエリアスポットがあるみたいで、ついに来ましたね。これお見せしたかったんです。それでさ、見えるかな、これいろんなこうフィリピンって島でねできてて、あ、今ちょっと収まっちゃったが、けど出てるとこもありますよね。煙がピュッててんの、なんか活火山、火山が結構あって、すごい、そういったものも加工物とかも見えるということなんですけど、ナイスビュー。で、いろんなアクティビティがあって、ジップラインとか、観覧車？すごーい。ちょっとしたテーマパークになっております。ね、ちょっとシャッターもね、今まだ朝でね、開け閉めがね、すごいハードですけども。そうなん、みんな気持ちよさそう。ここいいですね。いいとこ連れてきていただきました。おはようございます。タッパ。タホというあったかいね、あったかいスイーツ見て、上にタピオカ豆乳みたいなの乗ってて、なんか蜜みたいなかけてこう混ぜてくれたんですけど、甘い感じかも。みんな優しい笑顔で、So good、 Delicious、 美味しい、あっさりしてて、ほんのり甘ったるくなくて、体にも良さそうだし、腹持ちもしそうだし、ナイスグッド、タホ。さあ、ということで見てください。キマンさん、美味しそう。ちょっとあの、フィリピンでもファミリーレストラン的なあれなんですよね、お店。見て、ナイスビューを見ながら食べれる。すごくないこれ。さっきここに座ってたんですけども、すごいなってる。食べたいと思います。さあ、続きましてはですね、こちら、じゃじゃん、
葉作りで枯れる絵画協会といった真っ白な花。そしてちょっと見て、今日は朝からグラブで、いろいろなところに、行ってまいりました。そしてですね、これ食べたかったの国民的ファーストフード、ジョリビン。フィリピンの今ちょっとね列に並んでた、頼んでおります。すごい人なんですよね、店内も。さあ来ました、ジョリビン。なんかこれがね YouTube とか美味しいって言ってたんで、ミートスパゲティなのかな、あとこれも美味しいと、あとフライドチキン、そしてハンバーガー食べたかったんでチーズバーガーを頼みました。そしてスプライトとお水。このソースがちょっと気になるんです。何を、チキンかな、何をつけて食べるのやら。これで全部で、ね、750円ぐらいですね。いただきます。急にですね、先ほどこういう続きで見ていただいている方、一人でジョリビーでフライドチキンを食べたところから、すごくなんでしょう、ね、ーーおしゃんティーで、本日、フィリピンマニラ最後の夜でございます。本当にいろいろお世話になったエスさんと最後のディナーご一緒させていただきまして、で、もう入ってるのかな、すっごい美味しそうなお肉、素敵なレストランにお連れいただきました。本当に4日間いろいろとお世話になりますし、ありがとうございます。ありがとうございます。エスさんのおかげで皆さんもね、いろいろとスポットを私と一緒にこの動画で巡っていただいたかと思います。初めてフィリピンマニラに訪れたんですけれども、おかげさまで楽しい旅行になりました。皆さんもよかったらこの動画きっかけに、ぜひとも訪れてみてはいかがでしょうか。ということで、いろいろとご覧いただきまして、ありがとうございます。エッサンもありがとう。よかったらいいねボタンとチャンネル登録お願いします。最後お肉いただいて日本に戻ります。ありがとう。